はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、ね、パナタンがね、ぐっすりお休みになってます。パナタンのね、お腹も白いですね。はい、腹黒くないパナタンでございます。はい、えー、皆さんね、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えっ、ー、とですね、えー、まあ、これ二つね、記事皆さんにご紹介したいと思うんですけど、まあ、円安進んでるんですよ。まあ、一時期ね。 一時期、まあ日銀が結構円買いに走っていて、まあちょっと良くなったかなと思ってるんですけど、思ったんですけど、まあでもこれ本当一時的なものなんで、やってもやらなくても結果は同じ円安になるんですよ。はい。まあなんで円安になるのか、まあわかりますよね、このご時世なんで。はい。このご時世でね、えー、いわゆる日本って 産業がね、いわゆるエネルギーがないんですよ。はい。エネルギーを、まあ、あ生み出さない国なんですね。はい。え別に、あのー、石油とか、あのー、天然ガスとかが出るわけじゃないんですよ。ね。そういう産業はないんですね、日本ね。で、まあ、あなんていうのかな。埋蔵されてはいるんですけど、はい。埋蔵されてはいるんですけど、それは、 あの、開発しないと使えないんで、えー、今これがあすぐにね、取り出せるというわけではないんでね、えー、これがまあ主要な円安の原因でございます。だからドル高でしょ皆さんね、ドル高でしょどあの、アメリカはね、あの、そういったエネルギーがあるんですよ。で、もうね、 えー、なんていうのか取り出せてますからで他の国に売ってますからねでどうしてどうしてね和水産ですねはいルーブルが高いのか、はい、エネルギーがあるからですまあはっきり見えてきますよこれあの相互関係がエネルギーがある国はあ通貨がどね自国通貨が高くなりエネルギーの全く生産できてない国は自国 通貨が安くなりというねそういうものがはっきり見えてくると思いますこれね何日か前かのマグマグニュースさんに載ってたんで皆さんにもご紹介しましたよね覚えてらっしゃいますでしょうかはいそういうわけなんで今後ね円高になるかっていうとまあ無理でしょうねはいあのー、ねエネルギー生産してないんで日本 まあそういうことでございますね。えー、まあ厳しいですよ。厳しいです。本当に。なあ、そんな厳しい中で出てきたこの二つのニュース。はい。えー、一つ、無印良品でございますね。無印良品。えー、最近コンビニでもね、結構売ってますよね。無印良品ね。はい。そこの食品系がね、値上がりでございます。はい。無印良品ですね。まあ、 変な話なんですけど、大手メーカーで作ってるんですよね。無印良品の食品ってね。大 <laughs> 体いい作らせてるんですよ。あのメーカーさんにね。えー、安い値段でね。ちょっとお安めの値段。まあ安くもないんですけどね。無印良品のものはね。はい。えー、まあ,あ、作らせてるんですけど、えー、まあ,あ、そこのね、食品系ですね。食品系のいろいろな食べ物がね、えー、まあ、 来月から、はい、上がりますよということでございますね。これね、材料の調達とかね、やっぱり、あの、関係してるみたいですね。材料の調達。やっぱ輸入がね、はい、日本はなんて言っても、こう、輸入が主なんで、ここら辺の影響、そして、まあ、円安だということでございますよね。この辺が影響して、まあ、あの、 値上げせざるを得なくなっているということでございます。まあ今でさえね結構あのー、値上がりしてて大変だーって言ってますけど今後こうやってどんどんと値上がりしていくんですよ。はい。今後どんどんこうやって値上がりしていきます。はい。まあお米だけじゃなくてね。はい。お米だけじゃなくて。はい。お米も今ちょっと大変なことになりかけてますからね。 はい。お米も今ちょっと大変なことになりかけてます。この辺はもう皆さん分かりますよね。昨日もいろいろおコメントいただきました。はい。ついに1キロ1 0 0 0円のお米が出たみたいです。5キロで5000円があったとご報告がありました。まあ、なんていうのかな。ブランド米でしょうけどね。はい。あの、ブランド米だと思います。非常にあの美味しいね。高品質の、まあ、1等米の超、超1等米というかね。 えー、まあ、そういうものでしょうね。多分多分はいで、まあ、普通のお米はね、だいたい5キロで今、今、2500円前後ということで、えー、まあ、推移しているようですね。えー、まあ、そういうことなんで、まあ、これね、これはまあ円高ではないんですけどね、お米の場合は。 円高ではないんでですけどでもやっぱりね、えー、いろいろなんていうのかな経費お米を作るのにも経費が必要なんでやっぱ興奮器動かしたりとかね、えー、稲刈りもね今機械でやってるんでやっぱね円高になるとどうしてもねそういったあ機械を動かす燃料というのも、えー、ど,んど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 んこうまあ上がるわけですよなんでねまあお米も多分ね本当にあのそのうちあの 1>, 1キロ1 0 0 0円が出始めたということで、多分これほんと秋を待たずに1キロ1 0 0 0円になるんじゃないかなって私ちょっと思い始めました。もう出ました。はい、もう出ちゃったんですよ。1キロ1 0 0 0円が。まあ、これ結構きついと思いますよ。はい、えー、きついですね。はい。えー きついです、はいえー、無印良品のの話話からお米の話になっっちゃって申し訳ございませんね、はいまあ、無印良品といえばね、えーまあ、私塗り絵が趣味なんですけどね、えー、塗り絵、はい、カラーリングというやつですね、えー、自分で絵を描くのも好きなんですけど、まあ、塗り絵の場合は、ね、下絵がついてるんで、まあ、下書きをね、えー、する必要がないということで <laughs> まあ,あ楽なんでね、えー、ちょっと軽くね まあ美術的なことで気分転換したいなっていう時は塗り絵をするわけですよ、はい。気分転換になりますよ、本当に。いいですよ、おすすめです。で、まあ、無印良品の、えー、色鉛筆ですね。まあまあ悪くはないんですよ。まあ発色あんまり良くないんですけど、えー、値段にコストパフォーマンスはまあまあいいかなと思います。はい、あんまり発色は良くないんですけどね。えー、でもまあ,あ悪くはないんですよ。 あの何て言うのかなあまあまあねえー、まあ中中のねめっちゃくっちゃ安い色鉛筆とかあるんですけどそれに比べれば多少はいいかなっていう感じなんですけどねはいまあこういったものもねあのー、備蓄じゃないですけど予備を買っとくといいと思いますはい。えー なんていうのかな別に私無印良品のはおすすめしませんね。安くてね、まあ割と安くて、えー、発色が良くてね。えー、で、えー、まあ,あ貝が向きだなって思っている油性色鉛筆ですね。油性色鉛筆。油性色鉛筆っていいんですよね。あのー、油絵みたいな、ね、重厚感重ねて塗れるんでね、えー、作,れ作り出せるんですよ。えー、これ、あのー、昔ね、 えー、ちょっと話外れますけど昔あったコーリンって鉛筆の会社ありましたよね光琳はい光琳色色鉛筆とかコーリン鉛筆とかね、えー、コーリンさんですここの会社なんですけど日本では作ってないんですけど実はこの日本の社長さん、はい、コーリンの日本の社長さんがタイに、えー、工場を建てまして、えー、コーリンの色鉛筆はい作ってます はい。非常に品質いいです。はい。非常に品質いいです。はい。まあ、あのー、お値段もね、そんなに高くないんで、えー、まあ,あ、興味のある方は、アマゾンあたりで、光林色鉛筆って、あのー、入れてね、検索すると出てくると思います。はい。えー、非常に質がいいです。やはりね、えー、日本の古き良きね、技術が、 あまあ、タイでね工場を作って、まあ、タイで生産されているっていうことに,になるんですけどね本当にあの三菱の色鉛筆よりももう光琳の方が全然いいんですよ発色が <laughs> 言っちゃいけないのかもしれませんけどはい三菱よりも光琳の方がまあいいですね発色は。 えー、さすが私たちがね子供の頃は使っていたこのコーの鉛筆と色鉛筆ということでね <laughs> なんかちょっとまた話がずれちゃいましたけど、えー、まあ一回検索してみるといいですよさすが日本の技術だなと思いますはい安くて非常に発色素晴らしいですはい、えー、まあ重ね塗りもできてね、えー、作品がね安っぽくならないんですよ 重ねね、塗りりがができて、ねえー、作品が安っぽくなりません。ちょっとね三菱のは重ね塗りが弱いんですよね。できないんですよ。あんまり。なんであんまおすすめではないんですけどね。本当に、あのー、重ねて塗ってね、色を出していくっていう、そういったちょっと油絵的なね、えー、技法。 で、塗るという場合はね、ちょっとお勧めできません。はい。まあ、そういうことで、まあ、コーリンはすごいなと思います。まあ、話がずれてしまいましたけど。えー、まあね、えー、なんというかあ、そういうことでございます。あら、お腹が、お腹がブルブルってなってますね。はい。えー、あともう一つなんですけど、これもね、まあ、どうなっちゃうんだろうって思ってます。はい。 えー、日本で今、あの小学校で英語の先生っていますよね。はい。まあ、非常勤みたいな形の先生がいっぱいいるんですけど、えー、そのね、日本の小学校で英語を教えてるね。まあ、英語あれにな,なりましたからね。必須になりましたからね、日本でもね。まあ、悪いことではないと思います。はい。えー、その先生が食べていけないと。はい。 手取り、まあ、多い時で18万。で、少ない時で7万。で、今年の4月は11万だったそうです。やっていけないみたいです。本当に。で、1日1食、9食だけで、えー、済ませている日もあると。 どうしようかって考えてるみたいです。本当に、あの、日本を離れてね、アメリカの方なんですけど、この方ね、アメリカ帰った方がいいのかな、みたいなことが、あまあ、記事に書かれておりました。本当にね、円安が、まあ、この方に相当な、まあ、重みになってるみたいですね。はい。家賃は、8万円のシェアハウスに、えー、いるそうです。 まあね、あの、東京でね、教えてるみたいなんで、まあ、なんていうのかな、やっぱりね、あの、都内のシェアハウスってね、そのぐらいするんでしょうね。まあ、シェアハウスなんで、まあ、電気代込み込みだとは思うんですけど、それでもね、ちょっときついんじゃないかなと思います。電気代とか水道代とかね。ええー、まあ、 こういうことで、円安が思わぬところに影響が出て、出るかもしれないっていう話です。つまり、日本の教育ですね。教育。こういうふうに、まあ、英語を教えているね、えー、小学校の先生とか、はい、えー、円安で生活が苦しくなってね、えー、帰国、帰国、帰国ってしてしまうということ、 が起きるんじゃないかなーってちょっと心配しております。はい。ええー、まあね、本当あの日本の先生がね、きちんとあの英会話とかね、ええー、まあなんていうのかな、あそういう授業をやれれば、まあそれに越したことはないんですけど、はい。 えー、そういう人少ないですからね不思議だなと思うんですよ本当にあのー、日本人ね中学高校とかなり難しい英文法とか習ってるんですよねで、えー、英語の能力基礎能力はあるはずなのに全くできない人が多いというねこのすっごい不思議な構造はいまあほんと大変な国だなと思ってます、はいえー、とりあえずね そう,そういうことでこちらまあまあいろいろとね話はブレ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 ってなっちゃいましたけどまあ円安がねいろんなところにこうやって影響してますよっていうことですはいで今後ともこの円安は多分解消されないでしょうねはいここ何年かははい言っときますはい朝のともちょっと関係してますなんで皆さんここら辺ちょっとねあのー、気を引き締めて 我々頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おバ,バでした。あら、なんか本当に夢見てるみたいですね。びくびく言ってますね。ねえ。見てください。このお足。かわいいですね。この肉球。ねはい。それではごきげんよう。